情報誌です。本日はみんなの情報誌の配布エリア取手市阿鼻子市なんですけども、その取手市にあります中妻貝塚という、遺跡なんですけども、それをちょっと紹介したいと思ってこれ今向かっております。はい、到着しました。中妻貝塚です。一応ここに案内があります。ちょっと簡単に紹介しましょうか。中妻貝塚は取手市の指定史跡になっております。で、小貝川から広がる、読めない望む標高約23メートルの台地に位置してます。で、直径約150メートルの範囲で縄文時代後期から晩期にかけて形成された厚さ1から2メートルの海藻からなる利根川流域最大の環状貝塚ということです。で、まあ、これは古くから知られてたみたいなんですけども、取手市の調査は昭和47年から始まったみたいですね。それで、その後 A から G 地点7つの地点で分かれて発掘調査したところ、 G 地点からは、集団埋葬墓が発掘されたらしいんですけども、その中には100体を超える人骨が入っていたと。でこれは多分日本で初めてということなんですね。こんだけいっぱい100体を超えるこの埋葬墓が発掘されたっていうのは。でそういう縄文時代を理解するための代表的な遺跡であるこの中妻貝塚を後世に残すために平成8年に G 地点を、平成11年、永福寺の境内の中の貝塚保存区域を市の指定の、指摘となったということですね。では実際に貝塚を見に行ってみましょう。この中妻貝塚はほとんどがシジミの貝でできてるみたいですね。この辺りもずっと貝がずっとびっしりと。まあ、その他にも、縄文式の土器とか、あと土偶、あと貝以外にも、イノシシとか、シカとか、魚介類の骨類とか、そういうのもいろいろここから出土されてるみたいなので、まあ、ここっていうか、このエリアから、これも全部、貝、ね、海藻。先ほど、ね、いっぱいシジミって言ったんですけど、ここにやっぱりヤマトシジミを中心とした厚さが1メートルから2メートルにも及ぶ貝塚ということ、海藻ということですね。ということは、はい、違うのかな。まあすみません、勝手なこと言ってるんで間違ってたらごめんなさい。いろいろまた一周というかいろんなところを見てまいります。大和シジミですかね。
まあ、縄文時代の人たちはこう、この水とヤマトシジミを食べて、で、さっきね、鹿とかの肉も骨が出てきたということなんで、鳥とかも出てきたらしいんで、結構バランスのいい食事をしてたんじゃないかということが伺われるらしいですね。こう広がってるのすごいね、うん、すごいですね。貝がほんとびっしり、本日は、取手市の、中塚貝塚を、まあ、ほんの一部ですけどもちょっと見て回ってみました。で、まあ見ての通り大和シジミがいっぱいこうびっしりこうつながっているところがあると思うんですけども、まあ縄文時代ってなかなかまだ謎のところが多いらしいんですけども、先ほど言った鹿の肉骨だとか、まあ、この貝もそうですし、100体を超える土の土層ですか、そういうのが出てきたりだとか、それをもとに、本当謎だらけの縄文時代が少しずつこういう生活をしたんじゃないかとか、そういう、ね、当時の生活なんかが、分かりつつあるということです。